ワールドトレードセンター駅はニューヨーク市ロアーマンハッタンのワールドトレードセンター内にあるパストレインのターミナル駅である。もともとはハドソンターミナルとして1909年7月19日に開業したが旧ワールドトレードセンターパス駅が1971年に開業しハドソンターミナルは解体された。旧ワールドトレードセンター駅は2001年9月11日に 発生したアメリカ同時多発テロ事件によって、機能不全となり、仮設パス駅が2003年に再開業した。この駅は、ニューアーク、ワールドトレードセンター線及び放剛県、ワールドトレードセンター線のターミナル駅として、サービスを提供している。2016年3月3日、大幅な再建工事を経て、新駅舎が、ワールドトレードセンタートランスポーテーションハブとして、開業した。 2003年11月に開業した当時は仮設駅であった。ワールドトレードセンターサイトの再開発のため、駅のエントランスや仮設駅自体の大きさや配置は幾度となく変化してきている。一番新しいエントランスは、BG ストリート上のフリニッチストリートに面し7、ワールドトレードセンターに隣接する位置にある。現在のエントランスは、 BG ストリートの南側に立つ1階建てのビルであり、ビル内にはハドソンニュース直販店と地下のメザニンへとつながるエスカレーターがある。2013年10月27日に開通したウエストコンコースと呼ばれる地下通路によってブルックフィールドプレイスとつながっている。この駅は現在地下4階に3つの両側プラットフォームを持つ。一つは現在は壁によって分断されている。 2番乗り場と3番乗り場、および新しい4番乗り場が現在使用されている。1番乗り場と2番乗り場に隣接する。この新しいプラットフォーム A は2014年2月25日に開業した。プラットフォーム A には平日の方剛券 WTC トレインのみが発着する。NWKWTC トレインは九4番乗り場と5番乗り場の間の古いプラットフォームを使用している。 ハドソンターミナルとシンガービル2008年4月に開業した仮設パス駅の第3エントランス初代パス駅仮設パス駅ワールドトレードセンター再建計画の敷地地図。建設中の WTC トランスポーテーションハブワールドトレードセンタートランスポーテーションハブはニューヨークニュージャージー港湾公社によって建設中の乗り換え駅小売店の複合施設である。これは WTC パス仮設駅を置き換えるものである。スペイン人建築家のサンティアゴカラトラバによる設計で、ナショナルセプテンバー11メモリアルプラザの地下にある、鉄道駅と広く開けたメザニンで構成されている。このメザニンは、2ワールドトレードセンターと3ワールドトレードセンターの間の地上に立つオキュラスと呼ばれる、ヘッドハウス構造物や、ワールドトレードセンター複合施設の様々な、 タワービルの地下を走るコンコースと繋がっている。加えて、この駅は、パスとニューヨーク市地下鉄システムの乗り場を地下で接続する。地下を東西に走る歩行者通路によって、フルトンセンターからバッテリーパークシティフェリーターミナルまで、ロアーマンハッタンの様々な交通機関の乗り場をつなぐよう設計されている。さらに、テロで破壊された小売施設、モールアットザワールド、 トレードセンターを新しく36万5000平方フィートのウエストフィールドワールドトレードセンターモールとして再建することになっている。ウエストコンコースウエストコンコースパスのリバの地上のコンコースウエストストリートの地下を横断する新しい通路は WTC 駅のメザニンとワールドトレードセンターサイトのすぐ西のバッテリーパーク。 シティのブルックフィールドプレイスにある新しいパビリオンを結んでいる。この通路は二千十三年十月二十三日に開業した。さらに二千十四年十一月三日に一ワールドトレードセンターが開業し、ウエストコンコースからこのビルにアクセスすることができる。走行費新トランスポーテーションハブの走行費は三十七億四千万ドルで十年近く建設の遅れが生じた。 この莫大な建設費と大幅な遅延は批判の的となっている。現在の駅のエントランスは旧ワールドトレードセンター駅と違って近隣の地下鉄駅の乗り場と直接つながっていない。BG ストリートは歩行者専用となっており、ワールドトレードセンター地下鉄駅及びパス駅のエントランスの間の地上通路となっている。このパス駅はコートランドストリート駅とつながっている。 現在の新しい駅は、パスとニューヨーク市地下鉄システムを結ぶために建設された。このトランスポーテーションハブを通過して走る位置、系統路線がこのプロジェクトの下で再建され、パスメザニンの上を通過している。そして再建後の WTC コートランド駅はこのハブへ直接つながることになっている。さらに、チェンバーズストリート、ワールドトレードセンター、パークプレイス複合駅、 コートランドストリート IRT 駅、そしてコートランドストリート BMT 駅も直接つながることになっている。加えてデイストリート沿いのデイストリートパッセンジャーウェイがトランスポーテーションハブとその東のフルトンセンターを結んでおり、この通路を使って 2345ACJNRWZ 系統へアクセスすることができる。ウエストコンコース通路は 西のバッテリーパークシティのブルックフィールドプレイスとつながっている。また、ワールドトレードセンターサイトからイースト側の新しいトンネルを経由して、ロングアイランド鉄道及び、ジョンカイケネディ国際空港へ接続するローアーマンハッタンジャマイカ JFK トランスポーテーションプロジェクトが提案されており、その調査が2004年に始まった。しかし2009年現在、 このプロジェクトへの予算配分の優先順位は他のプロジェクトよりも低くなっており、顕著な進展は今のところない。現在利用できるサービスは以下の通り、2014年11月に開業したフルトンストリート複合駅は2ブロック東にあり、以下のサービスが利用可能である。また、M5 ニューヨーク市バスの北行きルートがチャーチストリートをサウスフェリー方面南行きルートがブロードウェイを、 走っている。ありがとうございます。